いや、ちょいよ、ライドネスということで今日もやっていくんですけど、今日はね、7200行ったということで、まあね、31位ですね。行った時は20位ぴったりだったんですけど、まあね、ちょっと昨日の夜中に行って、今日ね、次の日の、もう今夕方なんでね、まあ12時間ぐらい経ったんで、ちょっと順位落ちちゃったんですけど、まあそんな感じでね、リプレイを1本だけ解説してから、マルチね、2000ぐらい行きたいなと思っています。はい。グロイチいけるかなーって感じで。まあ、無理なんですけどね。言うたら。今、どんくらいだろう、グロイチって。73。あー、高いなー。高い。はい。ってことでね、多分あそこ行くまではね、6勝ぐらいしないといけないんでね。多分。一回20だとして、6勝ぐらいかな。うん。なんでまあ、そんくらいですね。うん。なんでちょっとね、この動画ならじゃ無理なんですけれども、まあそんな感じで、やっていきたいなと思います。で、クロスですね。ちょっとリプ解説したいんですけど、クロスに対して相性が悪いってね、結構そのペッカ工場は言われているんですけど、ね、直近5戦、1、2、3、4、で、こうですね。で、5戦やって、1引き分けの4勝してるんですね。そう、クロス。でも完全にちょっとね、クロスへの立ち回り分かっちゃったなっていう感じで、まあ、これをすればね、もう、格段に、勝ち、まあ、勝率がね、上がりますっていうね、動きがあるんで、ちょっとそれだけをね、見てもらえればなと思います。ということで、2倍速ですね。まあ、クロスはね、言うたら、引き分け寸前まで行っちゃうんで、結構2倍速でやるんですけど、まあ、てか途中でね、リプレイをやめるかもしれないんですけれども、これだけはね、見てほしいなっていうのがあって、まあ、二つかな。うん。で、高めマジアチャを、と、あと今みたいにケツ工場ですね。クロス相手意識。うん。あと、26とか相手にも、ケツ工場がめちゃくちゃ強い。で、なんでかっていうと、まあ、26相手は、ちょい強なんです。クロス相手にはめちゃくちゃ強くて、ケツ工場って、その、ちゃんと相手ががっつり止められるカードって、その、なんだろう。アーチャープラスのアイスピーとか、アーチャープラスのウッドとか、か、テスラでしかね、なんだろう、ケツ工場を止められないんですね。そう、なんで、そのケツ工場に対してテスラを切らせられると、次のね、クロスの相手の攻めに対して、なんだろう、だいたいペッカを合わせるんですけど、こうやってクロスをね、クロスじゃない、テスラをここで切らせられると、端前テスラクロスがやられなくて済むんですね。そうすると、もう何が起きるかっていうと、もう、えぐいですよと。はい。まあ、そんな感じでね、ここで、切らせられると、もう端前クロスじゃなくて、こうやって防衛クロスから入らざるを得なくなるんですね。端前クロスしてもどうせペッカエレキで塞がれて、通らないから、もうテスラもないから、つってね。もうやつでやっぱテスラがないとね、守れない民なんで。で、まあ、そんな感じでね、こんな感じで、まあ、テスラ無理やり回してやるんですけども、まあ、ここら辺のハードカウンターでね、バチコンバチコンバチコンっていう感じで、もうジージー、すぐジージーですね。まあ、そんな感じで、もう両サイド折れちゃいますよ、みたいな感じで。相手が、テスラがないと、無理やり回して、テスラクロスをするしかないから、そこをちゃんと押さえて、今みたいにね、ま、言うて800まで削られちゃったんですけど、ちゃんと押さえて、カウンターすれば、もうワンパンですね。ってな感じで、ケツ工場をしてテスラを切らせられれば、序盤にクロスで決められることもない。序盤のね、テスラクロスが、端前10よりがめちゃくちゃ強いんですけど、それさえされなければ、言うて勝てるみたいなのがあるんでね。うん。なんで、まあ、そんな感じですね。結構もう上達してクロスにも勝てるようになってきたんでね。まあ、そんな感じで、マルチ行きたいと思います。2000ぐらいかな。うん。カリカリしたら、3000、4000、5000行きます。よいしょ。だーいたい。負けてるんですけど。今日こそはね、動画内で勝ちたいなと思っています。まあ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 。あれ、昨日か一昨日ぐらいの動画で勝ったっけな。勝った気がするわ、俺。なんかめっちゃ、勝った気がするわ。そう。で、今、ラバルとかもね、結構いて、もうね、ペッカ工場がね、ちょっとだけ減ったんですよ。ちょっとだけ。で、クロスが、やっぱちょっと増えてて、なんでその関係で、ラバとクロスに勝てる、マスケのクエイクホグですね。クエイクホグがね、めちゃくちゃ増えてるんですね、今。うん。なんで、クエイクホグに超相性いいんですよ、このペッカ工場が。まあ、ただ、相手が上手すぎると負けるっていうね、まあ、難点があるんですけど、麦とか、そこら辺にはね、まだ一回も勝ってない気がするんだけど、なんかもうそのさ、おー、カーピだ。世界一のペッカ工場使いです。よろしく。なるほどね。とりあえず、雪玉で回します。なるほど。エレキしかなーい。泣きそう。
あー、一発ある。まあこれ一発あるからまあ許したろうかなと。来たー、ペッカが来た。やめてくれー、もうやだー。でこの人は三が五やり気型かな、確かんだよね。マジっすかそれー、もうマジアチャねーし。いや、だったらマジアチャをこっちにつけて、あれだったら許容でよかったな。うわー、痛い、え、やば、入りすぎでしょ、やばくね、それは。やば。よいしょ。これね、U の先行させてあげて、トゥクトゥクと。トゥクトゥクしてあげて、にゃー。にゃーって感じだ、これ。にゃーでー初手やん。いや、でもね、それを分かってて、ちゃんとあそこでね、三角工場してくるのがうまいんだよな。マジアチャ初手にあったらもうちょい。これペッカかぶれ。かぶれ。ケツペッカだ。かぶんなかった。これペッカで抑えられる。えい。いや、終わるな。これ終わる風が吹いてるな。これ逆再来たら無視で、こっちペッカエレキ組んじゃって、逆再来たら、いや、言うのぐらいなら、オッケー。まあ、そんくらいなら無視でいいっすね。こっちペッカエレキ組んで、もう、鬼ほど。どうしよう。でもこれペッカくっそ残ってるから、これ、三角が来る。うれ！来ねえ！なんでだよ！来いよ！なんで来ねえんだよ！やばい！やばいって！やばいって！それはやばい！あー！なんで！なんでこれカーピー行くの？いやもう、これさ、今シーズンさ、この人の、結果工場に5回ぐらい、もうこれだから、これで6回目ぐらい当たるの結構数えてるんですよ。なんだけど、聞いてください。一回も勝ってない。やばくない？一回も。そんなことある？ないからね。普通は。一回も勝ってないです。残念ながら。ポイズン打たれるなぁ。まあまあまあ、しゃあなしっすね、これは。これでマジアチュで稼いで。よいしょ。ワンチャンある、ペッカが回る。ワンチャンくっそ、なんでだよ、やるな、マジで。うまいんだけど、もう、なんでやねマジで。まあいいや、そんなトロ持ってかれてないから許します。やっぱうまいなぁ。いや、俺この人に、今この人が、その、3赤上位でやってるんですけど、もうなんか、全部グロ10位以内みたいな。10位、9位、3位とかだったんですよ。昨日の寝る前夜見たら、やばすぎだろみたいな。もうなんか遊びかよみたいな。もう、なんかもう、えいっていう感じで3赤回して、普通に全部10位以内入るみたいな。すごくない？本当に。すごいと思うわ。マジで。いやー、勝ちたかったー。1回は勝ちたい、今シーズン。マジでさ、何かが絶対的な差があるんだよな、もう。まあ、多分経験と知識なんだろうけど、PS ももちろん差があるけど、なんかね、やっぱり違うな、動きが。他のペッカ工場と。なんか俺多分、カーピー以外のペッカ工場だったら、ミラー対決多分7割ぐらいなんですよ、勝率。結構勝ってるんですけど、マジで勝てない。でも多分上位にいて、こいつとずっとやってるから、そっから学べることがあるから、多分それでね、それで他のペッカ工場使いには勝てるようになってるんですけど、そう、沼った時、下に降りた時ね、結構ペッカ工場引くんですよ。そうだけど、やっぱその人たちはそのカーピとかってやってないから、やっぱ多分、こっちの方が多く学べてるっていうのがありますね。いやー、だからね、クロス使いとかも、結構クロスともうめちゃくちゃ当たるんですよ、クロスと。だから、それでだんだん覚えてきて、あとまあ、みかんさんとかにもね、これした方がいい、あれした方がいいよって教えてもらって、まあそんな感じでね、結構上がってます。全然マッチングしないですね、本当に。もうマジ雑談動画になるからな、これ。マッチングしなすぎて。来たー！うわ！これやばくないですか？トロ、200下。これ負けたら45問っすからね。45持ってかれるから、これ。えぐ。射電済む気ってしかもゴルじゃなかったっけな。なんか前その OGN にいた選手なんですけど、ゴルを使ってた記憶があるんだよな。これは、ラックプリニアも合わせちゃっていいですね、ペッカ。ゴレか、まあ、多分ペッカかなんで、ゴレかペッカには、ケツペッカ合わせちゃっていいですね。
タルババってことはペッカかな、こっちはゴレかな。アイスイーズ、なるほど。はいはいはい、こいつをもうすぐ処理しないとね。よいしょ、 OK、 いいよ、一発欲しい。あー、いやー結構うまいな、マジか。今の抑えられると思わんかったな、あんまり。これで、ゴリ受けぐらいかされて、ゴリ受けされたらクソ渋いな。ダックプリあんのか。OK、 走る前に押さえていく。うまい、うまい、 OK、 センキュー。しかもこれは陸がナンバー回ってないから受ける図はしかない。はい、受けざるを得ない。でこれタルババがないので逆再結合してナンバー回ってるか、こっちマジアスでぶち抜いて、ナンバーでぶち抜いて、オッケーオッケーオッケー、めっちゃいい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 、あ、センキューセンキューセンキュー。いやこれやばい、これでいいやなー。アイスイーズが鬱陶しいな。でもこれやばい、これ合わせられるか普通に。え、これじゃない、さては。そんなことないよ。え、なんかめっちゃ美味しいんだけど。え、なんかアドハキ違えてね。よいしょ、おお、なんかすごいなんかすごい攻めが来た。スペックしまーす、よいしょ。はい、でもこれゴレで合わせてくるかなーって感じなんで、とりあえず、10エリになったら血エリキをして様子を見て逆サイブッパーをしようかなと思います。で工場、逆サイ工場を攻めるときはゴーストからのババからの言うのがいいですね。そう、この順番を覚えてください。うわー、めっちゃいい、めっちゃいい守りしてくる。めんどい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 、スーパーめんどいスーパーめんどい。まあ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 、ここぺっかり組んじゃって、よいしょ、ぺっかり組んじゃって、こっちもぺっかり組んじゃって、こっちもゴースト組んじゃって、言うの組んじゃって、よいしょ、イエー、来た来た、うまい、俺うまい、センキューセンキュー、 OK、 うまいです。14しかもらえない、マジかよ、そんなことある。これ負けたらマジ45だからね、ほんとに。まあ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 、まあ、カーディに負けたんでしゃーなしっすね。もう一戦行こう、もう一戦行ってプラスになれば俺のプラス。いや、うまいな今の動き、俺うまかったな、めちゃくちゃ。縦線とかないゴレに対してはね、端前ペックがね、結構有効なんですね。やっぱ個体系しかないから、受けられない、あんまり。アイスイーズの逆サイとかに端前ペック、アイスイーズいると、なんだかんだやっぱ余裕でね、アイスイーズプラスそれねで抑えられちゃうんですけど、アイスイーズがいなかったら、今みたいにね、適当に端前ペック逆サイジャギーンって、マジアシャン前とかに出してあげたら、相手がね、テンパリマックスですね。であとは、まあ、そうですね、ゴースト、工場、言うの、この順番が大事。相手の防衛がちょっと一周目上手かったんですけど、まあそこにね、陸とトルネを咲かせられたんで、2周目の端前ペッカーが刺さったんかなっていう、かなって感じですね。えいえいえいと。で、あと逆サイあれだけ攻めてあげるとね、ペッカーエリキが残るんですよね。そう。残って、で逆サイペッカーもね、まあなんか5分の1ぐらい残って、それでカウンターにもね、使えたんでね。まあそんな感じのアーチアーチでしたね。ゴレには結構あんな感じです。トル150したー。なんでこんなのしか引かないの、これ。まただって、俺もう、一敗と、あれやん、二勝が同じ。しかもなんか細かいし。ホグか？あー、ホグか、クロスだ。あー、待ちっすね、これは。え？違う。枯渇か？枯渇か？枯渇は結構相性いいぞ。枯渇は相性いいぞ。アウプリだったら辛い。お、バルキュー復活だ。来た！来た！俺の時代が来た！よし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 。これで多分、ギャング追加とか来ちゃうんで、こ
これはワンチャン無視して、よいしょよいしょよいしょ、バルキリーも切ったばっかなんで、あーペッカから入ってんのかこれ。なるほどね、なるほどなるほど、これ深い、めっちゃアグレッシブにいきそうだな。バルキリーやめろ、ういういういなるほどね、バルキリー来たら端まで止めなきゃ、 OK、 うわっ、 OKOK、ゲレッカーして、あーマジか、そういう感じね、はい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 、でこっちはまあ許容していいですね。ワンチャンバルキリー延命してくるんだよな、まあしてきたらまあジャイチェぶち抜けばいいんで、よいしょ、ジャイチェぶち抜くタイムが来ないので、でこれプリンセスいなかったらマチャチャ結構生き生きするな、これ美味しいな、よしよし、いいいい、これ2位残る、2位残る、よし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 、これ工場来る、あれが来る、インフェが来る、来ない来ない、来た、入る、ガインガインガイン来た、ガイン来た、ガイン来た、いいよいいよ、おいなんでなんで、ちょちょちょ、それは話が違う、それは話が違う、ちょ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 、話が違う、なるほどね、うれギャンが来るよ、はいよいしょ、なるほどね、よいしょさせてくれない、やばい、ずれたずれた、最悪最悪最悪、え、ちょ待って、こっちに負けそうなんだけど、待って待って待って、落ち着け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 、ワンチャン足前取りに来るからね、来なかった、よし、オッケー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 、ペッカいい合わせいい合わせ、ペッカよいしょ、いいペッカー来たー、来るぞ、何がやばい、なあ全然よくねえ、なんでなんで、やばいやばいやばすぎる、やばすぎる、やばいこれマジで、なーやばい、負けろー、全然待って、これ回さないと回さないと、よいしょよいしょ、出た、ヒット出たー、打ったやつー、マジかー、持ってかれたー、これなんだなん42、まあ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 、今のはちょっと俺が勝たなければいけない相性ではあったので、マジでちがいるとね、枯渇にね、あ勝てないんじゃねって結構思う人もいると思うんですけど、多分相性良くなっちゃうんですよね、マジでちだと、だからあのなんかトルネイタ、トルネイタなかった、なんかあれあないわ、気のせいだった、キング起動されるとねバチコリ痛いんですよね、マジで痛かったな、キング起動なんでされたんだっけ、あれゴーストか、なんかあれさ、マジさ、細かいの系使う、あの26とか29クロスとか、あとこういう枯渇とかで、なんかもうキングの前にユニット置いてみんなキング起動させてくるんですよ、ゴーストとか言うので、やばいんですよやつら、本当によくないよね、禁止にしてほしいよ、もうキング起動禁止にしてほしい、マジかー、ちょラストラスト、これもうね、あの負けても勝ってもラストで、ラストでいきます、いやー序盤まで良かったけどな、やっぱ終盤抑えらんなくなるな、多分バレルに勇気打っちゃうのが良くないんですよね、あれユニットで完全に抑えてカウンターしたいんですけど、なんせね、なんせあとザップじゃないのがインフェがちょっとだるいっすね、やっぱり、うん、ペッカの前に工場つけちゃっても良かったかな、ワンチャン
いやー、まためっちゃ下だ。マイナス40ぐらいか、負けたら。まあ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 、それも良き良き良き時期。ゴースキリ来ない。ゴボリダメだ。ケツペッカします。ゴボリには。こちらは？うわ！アイシーズ？わかんな。全然わかんねえけど、俺。俺ってば。このトルネでまとめてポイズンとかやられやすいけど。なるほどね。よいしょ。ゴボリもある。いけ、きれい、きれい、きれい。オッケー。まあ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 。これで、トルネ、使われたっけ今。やばい、覚えてない。トルネ使われたか覚えてない。いや、使われた気がするな。まあいいや。もう一回ゴーストで組み立てます。スケラですね、おそらく。ゴレ。ゴレですね、おそらく。ゴレでした。よし、オッケー。なるほどね。エレッキングが、学生なんですよね。はいはいはい。あとこれで5連盟して、OK。あー、これやばい。新起動されるか、ワンチャン。やめろ、やめろ、OK。めちゃめちゃ起用される。ケツペ。はい。なりますねと。こっからですね。難しいのが。まあ、逆サイゴースぶん投げて、エレキツ系の、まあ、そうなりますわなと。はいはいはい。よいしょ。ワンチャン取り寝されます。はいはいはい。でもまあこれで、2周目の空マウントが、OK。これで、もしこれ綺麗に守られたら終わりです。外因しない！しないねえ。まあ左そこそこ入ってるな。守られるかなこれ。回る？ゴボリ。回んない。来たー！いいよ。オッケー。で、こっちにナンバー咲かしたいので、ゴースト投げて、お？それは間に合うのか？よいしょ！ピュッ！オッケー！グッドゲーム。まあ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 、ゴレには勝てますね。ゴレちょっと増えたんかな、ワンチャン。まあまあまあ、ゴボリアイスイズだったら基本的にゴレの方がね、まあ多分ちょっとだけ相性、どうなんだろう。なんか良くなっちゃう気がするんですけどね。まあ多分、上の方で鍛え上げられたね、我の PS でね、しばけることができましたね。多分ゴボリ入ってたらゴレの方が相性良くなると思います。個人的にはね。知らんけど。ってことで、今日はこの辺で終わるんですけど、まあね、明日、またタロン戦あるんでね、まあそれに気合を入れつつ、今ね、みんなもバキバキにね、ちょ、前も同じこと言った気がするんだけど、今みんなバキバキにね、仕上がってるんでね、ぜひ楽しみにしてください。ということで今日は終わります。バイバイ。